さ、今週も一日お疲れ様でした。今日は金曜日で、はい、少量チャンネルの工藤翔太です。今日はですね、前回に引き続いて、質問25に対を答えようと思います。で、今回は僕だけの出演で、りょうちゃんは後ろから声を出るみたいな感じで出します。ぜひ聞いてください。言ってよ、なんか突っ込めよ。テンション低っ。はい、というわけで、今回はですね、翔太に聞きたい25の質問ということでやっていきたいと思います。はい、ではですね、まず第1問、生年月日を教えてください。生年月日は1994年の10月31日生まれ、今24歳です。はい、次は特技。特技、ああ、YouTube 編集する。はい、次、趣味。 YouTube 見ること。好きな色は？赤。好きな食べ物？パスタとお寿司とハンバーグ。好きな季節は？夏から秋にかける間の時期。好きな映画？好きな映画は、好きな映画、シカゴ。好きな言葉？負けず嫌い。好きな音楽？好きな音楽は、まあ、最初の方から、少量チャンネル見てくれてる方とかはわかる気がするんですけど、ハロープロジェクトの曲が、ハロプロの曲が好きです。好きな漫画？好きな漫画は、タプリという漫画が好きです。好きな YouTube チャンネル？いっぱいある、いっぱいあるけど、いっぱいあるな。いっぱい。最近見てるのは、どうしようかな。ちょっと待って。好きなのはね、何がいいかな。かずえちゃんとか、青木かのんさんとかの、あとセイガー&ブレンさんとか見ます。リードされたいですか、したいですか？リードは多分してるのかなと思います。なんかあんまりなんかわがままなんで自分がやってると思います。自分の弱点は？自分の弱点はくすぐられるところ、くすぐったがりなところだと思います。デートで行きたい場所は？デートで行きたい場所は吉祥寺のハーモニカ横丁。お酒飲めるから。行ってみたい国？行ってみたい国は、それこそ台湾も行きたいし、アメリカも行きたいし、ヨーロッパも行きたい。全部行きたい。付き合った人数？付き合った人数は、女性と付き合ったことがないんですけど、男性だと4人くらいかな。りょうの好きなところは？りょうの好きなところは優しいところとか、あとはみんなに平等に接しれるところがいいです。りょうの好きなパーツは？りょうの好きなパーツは可愛いお尻です。りょうの直してほしいところは？直してほしいところは、ない。りょうを選んだ理由？選んだ理由は、絶対浮気とか多分しないし、なんか、なんだろうな。しないし、ずっと信じられると思うからです。両自慢？両自慢は、
いつでもニコニコしてるところです。小さい時の夢は？小さい時の夢は小学校の先生かアナウンサーになるのが夢でした。5年後の夢？5年後でしょ。5年後、20代最後だから、まあ YouTube ももちろんちゃんとやってて、で自分の好きなこともいろいろしつつお酒もいっぱい飲んで楽しく過ごしてるのが一番です。10年後の夢？10年後だと30代前半か。30代前半だったらなんかかっこいい30代前半迎えてたいです。ちゃんとお腹とかたるんでないように今頑張ってる最中です。2人での夢は、なんか小さいお店作れたらいいかなと思ってます。まあ、YouTube もしつつお店も作って仲良くずっと暮らしていくのが夢です。以上です。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。まあでも今回そんな感じでやってみましたけど、ね。これでいろいろ知れたかなと思ってます。今回のやつを気に入っていただければ、チャンネル登録と高評価のボタンをよろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるのでぜひよろしくお願いします。では、また。またー。